バナナと砂糖。やっほー、皆さんこんばるみーということで、本日は一人じゃありません。ご紹介します。アイです。どうもー、よろしく。兄弟です。ということで、2人で今日企画をやっていきたいと思うんですけども、多分ここに紹介します、風船ユニットユーとして2人で活動してるんですけど、今日は本気で兄弟で戦っていきたいと思います。ということで、ルール説明したいと思います。今家にある風船、前回ね動画に上げさせてもらった通り、160、260、360と太さのね分かれた風船があるんですけど、それを一気にまとめて箱に入れた状態で、目隠しして取っていきたいと思います。でそこで5本選んでもらって、その5本の中からこうなんとなく自分で考えてるんで、じゃって作っていきたいと思います。用意しましたのは、これゴミ箱じゃない、ゴミ箱じゃないよみたいな中身にねいっぱい風船が入ってますんで、これで目隠しをして取っていきたいんですけど、一応目隠しね用意しました。なんかよくわかんないけど、この布ね。でこれまあ見えないでしょ。なんでやねん。じゃあ目隠してもらって、メガネ大丈夫ですか。なので目隠し取ってもらって、ここからまず5本選んでもらおうかと思います。あの一回触って太さで分かっちゃうから、もう一個触ったらもうそこで決めてもらいましょう。きつくない？なんかタートルズみたいな、なんか懐かしい感じしますね。よし、はい、いきますよ。はいよ、まず1本目。はい、あ、はい、はい、ね、1本目ね、ちょっと待ってくださいね。1本目、はい、2本目。はい、2本目。はい、はい、2本目ね。まず待ってくださいね。1本目、2本目ね。はい、次3本目と、ここです。はい、おー、3本目。はい、4本目。おー4本目。はい、ラスト1本。大変そうこれ。ごめん、多分本人がね触ってて気づいてると思います。だいぶねでかい作品になるかと思います。目開けてもらっていいですよ。はい、はい、選んだのはこの色です。うわもうほぼほぼ青な。まあ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 、でかいのあるし面白くできるんじゃないでしょうかっていうことで、はい、じゃあ私の方目隠ししていきたいと思います。本当にこれ見えない、見えないか、目つぶっちゃえば。あ、色は無理だね。じゃあ行きますか。どう、タートルズ、タートルズ。え、これタートルズ、ひどいな、ちょっと。はい、じゃあ1回本目いきましょう。いきます。はい、はい、これが1本目です。はい、2本目。はい、はい、2本目。太いな。はい、3本目こちら。はい、はい、3本目これね。はい、はい、はい、4本目。はい、4本目です。もう太いだ。はい、ラスト。あー、なんか太い。はい、5本目。はい、5本だー。見ました、見ました、撮ってください。おー、でもほら、ゴー、なんかお兄さんよりだいぶ色カラフルじゃないですか。いやいやいや、こっちも結構だよ。何これ、これなんか仲良し感、色ほぼほぼ被っちゃったんだけど、ちょっとどう、まあいいや。じゃあ作りましょう。まあ、そういうことで、あのここから作っていきたいと思います。ただお互いこれ作ってるのが見えちゃうとつまらないので、ちょっと私別なとこでひねってきます。だからここでひねってください。はい、で作品ができたらこっそり持ってくるので隠して作りましょう。と、はい、いうことで実際に作っていきましょう。時間制限は必要ですか。うん、まあちょっと考えつつ15分ぐらいで見ましょう。まあ、はい、なんで始めていきたいと思います。頑張ります。はい、ということで15分経ちました。15分で何ができたのかっていうことなんですけど、まずここはどっちから発表するかが分かんないんで、じゃんけんで決めましょう。最初はグー、じゃんけん、ぽい、先行。じゃあどうぞ発表してください。じゃーん、イルカに乗った少年。おー、もう一回、ここ
くが鼻で、鼻、まあ、ここ多分口かな、鼻口で、お顔の方でこれが背びれで、これが背中、尻尾で、これがあのなんだろう、尾びれ、尾びれかなっていうのを言っていいのか分からないけど、で、あとリボンね。あー、これは可愛い、いいですね、これは可愛い、ちょっと参考にさせてもらう、後でね、お写真撮ってこれね、載せさせてもらおうと思います、はい、ね、泳いでってもらおうかと思いますねえ、これすごい、あー、なるほど、素晴らしい、ということで、私いきます、はい、私はもう何も考えずできるものを作ってきました、ということで、じゃん、うさぎに、あー、ピンクっぽいのがいたんで、可愛いこの女の子っぽいのと、うん、これ灰色と青で、ちょっと大きめのうさぎさんが2匹、細いのでハートで作ってみました。これね、圧倒的にこれ子供に受けはいいですね、これね。そうですね、間違いなくパフォーマンス用で作りました。ずるいな、これな、やってんな、俺これ今度のバルエーションかなんかで使えます。ずるい、これいい発想できたなと思って、これ結構華やかですよね。そうですね、はい、で、この判定をどうしようかって悩んだんですけど、ちょっとね、お願いしてみ、はい、ということで判定してもらうのは、うちの部員2号に判定していただきたいと思いますけど、はい、まずこちらのうさぎ2匹のハートのものと、こちらイルカね、ね、はい、右か左って言ってください。あなたから見て左はイルカ、あ、そうですね、画面的には左イルカで右がウサギです。じゃあ発表してください、お願いします。右です。お、あ、右、あ、右か、おお、後で何か買ってあげましょう、ということで、毎週だよね絶対毎週してるでも、このイルカはいいアイディアでしたよね、毎週してる、これは可愛かった、絶対毎週だよ、なるほど、ということで、1本目の勝負は勝ちました、で、次は、何しましょうか、3本中今1本終わったんですけど、もう次は何、次回は何しますか、次回は あれやっちゃいます、あれやっちゃいましょうか、じゃあ次回の動画でお楽しみありがとうございます、チャンネル登録よろしくね you